100週間後に巨大化するペッツバッチ、こんにちは、ゼロマルです。土曜日はシルバーアロワナの武蔵。こちらの4面ブラックの超イケメン水槽、横幅は150センチありますが、高さは45センチとそんなに高くありません。アロワナは水面近くを泳ぐことから、そこまで水の深さは必要でないことが知られています。そして奥行きは65センチあるのですが、通常の水槽は60センチなので少しだけ広めに設計されています。これは将来、武蔵たちシルバーアロワナとは違う種類のアジアアロワナというアロワナを僕が入れたいからなんですけど、そう、アジアアロワナはとある理由でシルバーアロワナより奥行きが必要になります。ここでクイズ。なぜアジアアロワナはシルバーアロワナより奥行きが必要になるでしょう。1、体が大きいから。2、どんくさくてよく壁に衝突するから。3、体が硬いから。それではシンキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第47周目の測定いきましょう。まずは武蔵から。先週の 47.9 センチの線の右側、そのまま測って 48.0 センチ、プラス 0.1 センチ、ちょっとでも伸びてくれると嬉しいね。さて、古文の計測、まずは白から。白も先週の 48.3 センチの右側、そのまま測ってプラス 0.1 センチの 48.4 センチ、白も微妙な伸び。最後に銀も同じように測りましたが、先週と同じ 45.8 センチプラスマイナス0センチでした。先週初めて3匹とも伸びていなかったのですが、今週は少しだけ前進してくれていますね。っていうか、最近は縦に太ってきてる気がする。それではクイズの答え、正解は3の体が硬いからでした。当たったかな。そう、アジアアロワナは武蔵たちより結構小さいんだけど、武蔵たちみたいにしなやかに旋回することができません。つまり体が硬いんですね。そのためストレスなく泳ぐために奥行きが必要になります。いつかアジアアロワナも入れて混泳させてみたいな。次は火曜日、ケズメリクガメのたわしを測定していきます。お楽しみに。バイバイ。アジアアロワナってすっげー言いづれな。